めっちゃさ、ティフのやつとか、ね、あーそういうことか。そう見えてるよかった。あれだ、ヤッホー。さっきまですごくうとうとした。おや、マイカ。マイカじゃないよ、ジュリアだよ。髪だけだよ、髪だけ。見えてる、よかった、ありがとう。うまいもん食えた。サムギョプサルを食べました。名古屋県、名古屋名物。マリドリ見えた見えた、ヤッホー。M 片方うん。さっきまでうとうとした。てりちゃん昨日配信行けなかった。しおちゃんいるよ今ここに。あちら、うんうんって顔してる。今年名古屋遠征、名古屋遠征行きたかったけど休みました、ごめんなさい。自分のね体調を一番大事にしてください。和弘たん毛先切ってないよ。切った？知ってる、俺とくべや小チポよ。オリンピックずっと見てたはずなのに私が寝ちゃった。HK さんこんばんは。詰まれそう。ポポポ。浩平くんいつからサムギョプサル。確かにもうさ、名古屋来るときサムギョプサルしか食べてないからさ。浩平本当にありがとう。今日は最近本当に時間的に微妙だからさ、アビコさんにさちょうどいいタイミングで浩平のリップ見せたら、浩平なんだっけ、フレンチトーストじゃなくてしるこサンド、浩平からもらってないじゃん。やちゃんおはよう。太郎さんこんばんは。髪色変わった？たびもね、画面の色だと思う。なんか色味がやばいよね。ホテルのあれだからかな。タラさんパンツーマルミエ。私マイカの P さん、ジュリアさん、そう、私は私、私は私、ジュリアさんです。すごく眠かったさっきまで。なんなら少し寝てしまってたからね。はあ、お星様じゃなくてカウント、ありがとう。見慣れた背景も確かに名古屋ではこの背景が見慣れてるかもね。イエーイ。パラッポ楽しかった。あんまほら言った、そうじゃん、覚えてるっていうテストのはずじゃん今日。ケイさん、ピーさん、お母さん、あね、ケイさん、よかった。フルーツ届いたね。ありがとう。ゼットン、こんばんは、ゼットン。配信だよ、ゼットン。帰ろうかなって言ってたりか、びっくりさ、いつもそうじゃない、私たち。浩平くんが間に合わんくて、のタイミングでさ、だから本当にあとちょっとなのにさ、もうちょっとさ、遅ければさ、せっかくもう、帽子めっちゃ楽しみにしてた。58、あ、カウントありがとう。キイさんありがとう。おいしい、よかった。こちらこそありがとう。びっくりしたよ最初、注文入った時、キイさんありがとうって思った。出たパンダ両辺、臭くないからね、安心して。ジュラちゃんずっと笑ってた気がする。ずっと笑ってた、キラキラしてた。あ、待ってさ、配信やり直したから投票できないじゃん。嘘、みんなお星様投げないでお願い。やっぱジュリちゃんだけ3パターンだって。マジ？言ってた？本人が言っちゃう。なんでだ、やりやすいのかな。名古屋、名古屋飯は安定に食べておりませんが、もうバンダイジャパンの中でサムギョプサルが名古屋名物になっているので、今日も美味しい名古屋名物を食べました。今日はなんか珍しく遠征で一方だけだったので、ライブがレアだね。
なんか やった気はしてるんだけど、あっという間に終わったから。鈴音、お鈴音元気か。鈴音くん元気。のぼるあくび、のぼるコメント久しぶりじゃん。私ずっとさっきしおちゃんとルーレットやってたんだよ。あの王子さんのめぎゅうさん、ずれんのめぎゅうさん、しおちぽよ、シラリズム、しおちぽよ。さ、行きの車でなんかすっごいポリ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 落とすなと思ったらさ、生のキュウリ丸かじりしてたからびっくりした。何もつきないんかい。ぽよありがとうございます。いいえ、しずねくん元気だ。元気？話してないけど最近。それでも元気か。タンタンティーこんばんざい。タンタンティー今日みんな笑ってたよ。オンライン楽市楽団のさ、ついでにジュリアって楽焼きためついでにジュリアの。うん、むひろさん、その人配信するって言ってましたって来たよ今ね。ツイート作るとかでやんって言ってるやん。ナブルジュアさんが全然出ないので王子さんにくれ。え、私たちもね、こうやって出るまでずっと言ってた。しゅうちゃん全員出たって。全部スクショするまでね、帰れません。野生地将軍が何、野生地将軍何、すとぼけないで。公平、8月もアイリーが平日だからもう同じサイクル。嫌だすぎる。それは確かにさ、次のさ1日は日曜日だけど、あれいつがいないんだっけ、 16? どこだっけ、16が平日、月曜かな。ついでには2人にしか分からん。そうだよ確かに。ついでにジュリア、魔法の言葉みたいな。ありがとう。でもタンタンティー今日 T シャツ着替え直してたでしょ。さっちゃんの T シャツから違う T シャツになってた。見逃さなかった。うん、名古屋はですね、天気が、東京今ずっと雨だったのかな今日。公平、1日がすれ違い、あ、そっか、1日がすれ違いか。そうや、16が月曜か。で、あれだもんね、平日だもんね。野生児とか、しおちゃんね、しおちゃん野生児なの。あ、キュウリを食べてきた。タンタンティ最近はついでじゃないよ、分かってる。分かってるよ。最初はね、最初はついでにだったけどね。ついででも嬉しいけどね。ありがとういつも。髪も短くなったしね私。ライブ中のね髪短いと結構楽なんですよ。Z のツイッター見てくれ。見たよ見たよ。しっかり見たよ。ちゃんとフルネームで刻まれてた。消さないでね。ムーヒロさん、これで明日東京でライブするんだから。そうだよ、元気っ子だよ私たち。コウヘイやっぱノーヒータタイミングね、ちょうど通ったタイミングね。もう仕事本当お疲れ様。もうね、私のためにさ超大変なさ、はい、スケジュールこなしてくれてありがとう。ちょっと着せないよ。えよかった、ありがとう。同じ部屋はジョリピーネス。ジュリちゃんの足を見ながら寝ようと思います。おじさんがいます。ではしょうゆちゃんの配信始まったから行ってらっしゃい。行ってら静岡の足軽ジャパン衣装のジュリアちゃんチェキを早く。おっ
届けて、違う、早くね一緒にライブ来れるといいなと思ってる。ひろくんが本日もお世話になりました。私はお世話になってないけどね、うん、でもいたよ浜崎さんとか K さんが、うん、揃うといいね。なんかちょっと画面暗いかもしれない。もひろさん、やっほー。みんな今何タイム？はい、あった。ナビタイム。私はすごい眠いところから必死に静観したところ。画面がアイリ？画面がアイリって何？なんか変わったんだけど。画面がアイリ。ショールーム。アップデートしたのかな？変わっちゃう。お茶タイムしていいじゃん。シネコさん食べてる？なんかね、来てくれた人とかとの来てくれた順に100人表示さするところがあるんだけどさ、そこの表示がなんか変わっちゃう。Pさん、お昼寝タイム。寝れなくなっちゃうじゃん、今寝たら。コイちゃん、こんばんは。間に合った。 Pやっほ。間に合ってるよ。ピピ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 ピ、ジェツン、じいちゃんの配信見るために、あ、キスタちゃんとキュンバキュン。さっきちょっとさ寝落ちしてたんだけどさ、まつげ長すぎて引っこ抜くかも。あ、よかった、引っこ抜かれなくて安心した。多分マジで3センチぐらいあると思う。やば。何、洗濯中なの？乾くといいな。僕は子供じゃないよ。何のこと、何のことだそれは。おしました。すごいなんとなく。本日はこういう服です。ワンピースになっています。まあね、布団の上から楽々配信してるよ。のんびり楽々配信。超眠い。これ今手持ちのシルクサンドは阿部子さんの分しかないんで、たぶん次までよろしく頼んだ。めちゃくちゃさ。はじめまして。髪色がだんだんとね、毎日毎日明るくなっていく、色が落ちていく。明るくなったよ。なんか明るくなったし、ところどころなんか色が抜けてきてるから、このふーちゃんがくれたさ、なんかハイライトみたいになってる。ストーリー見た？ストーリーじゃない、見た？ひーさんこんばんは。今日サムギョプサルを食べながら、私今日ご飯食べた。ちいちゃん今日美人だ、ありがとう。私とあゆちゃんとおりまさんとさっちゃんだったね。さっちゃんとあゆちゃんにさっさーさんのお知らせをしたら、みんなで2ヶ月分持ってきます。私キシさんもやったー。ボイスちゃんもね、入り直す。キュウリ、アイリが、アイリちゃんに見える。私最近の配信のじいちゃんめっちゃ可愛いけど、秘密のメイクですか？秘密のメイクしてる。誘われたので311行くかもしれません。え、絶対来な。絶対来な。青が似合うと思うよ。絶対に来るよ。え、髪色？タカちゃんこれあるね。青はいいの？プロじゃないけど、ライブ行ける日にね、ぜひみんなで来て。じいちゃんはじめお姉ちゃんメンバー増えた。年上だからかな。赤ちゃんやねん。はぁ、やばい、あくびが止まらない。よく遊んでる。イエーイ。なちゃんお疲れ様、ありがとう。ふくこんばんは。タンタンティー味方のアクスタもついちゃうのも、ありがとう。なんだかんだね、つかと前から出張やん。また囲み取りたい。ドロドロ。ちょっと最近は青が、あ、やべ、え、もうそうだよ。夏結構さ、ブルーさ、あれだし。が見た時も結構みんな確実に見てくれてるなと思って、調子乗ってたのよ。ブルーブラックとか。そうですか。おしめ。私もね、前1年前ぐらいブルーブラックやってたの。ちょっとね遅くなっちゃうけどね、リップ。オブカット似合う？ありがとう。
でも地層から LINE 返ってこないので、ここに、そう、私も思った。怖いじゃん、この服はね。起こしといて。ジリアが配信してるよって多分寝てると思う。起こしてきて。結べなくて、これさっき配信中。コミに見えれなから黒髪のイメージしかないと思う。コエちゃんが、ね、なんでもうだい起こしてきて。地層からの取り方したい ?8 割ぐらいになっちゃうんですよね。あ、囲み冬とかは、冬とかでも5割ぐらい。ジリだよ、ジリアだよ。夏はマジで超ポリテックル。深夜こんばんざい。暑いから。深夜ありがとう。あ、毎日アイス226。伸ばしてるとここが汗かいちゃってベタベタになってなんかね気になるからね、めっちゃねやっぱポニーテール増える。でまあ正直ポニーテールがなんかね感じ。ワンピース可愛いでしょ。結果は地上から31の涼が激しそうだよ。来てくれるから。本当さ。水の服なかなかないじゃん。クマ。めっちゃ怖い。え、嬉しかった。来てよ。だから染めるって何色がいいんだろう。そういうこと？でも黒が似合う子は黒で全然いいと思うよ。そう、昨日ちょっとメイク来たのに、え、そうそう、昨日トークポートでちょっと言っちゃったよ。なのにさ、もうめっちゃ伸びてない？浮いちゃったやん。私、シーン撮った。だけどね、前髪がもうね、昨日はね、ボワンボワンだったっけ。 めっちゃ今ね調子いい。静岡の時10人だったかな。そうだ、え、10人だったっけ。え、そう、めっちゃ人気のカメント、ありがとう。洗濯で干した。そう、昨日一日地獄のことこれから頼まれた。これスクショして送ってよ。入れ替えて待ってたよって送って。昨日もすぐ帰って洗濯回して干して、ほら、ちょっと寝ても家であるみたいな感じだった。あれ、ケイさん人気のク。もう私本来だったらさ、今頃700ぐらい行ってたんだよ。ある日突然配信をせず寝落ちをするという。3時1時いやー用事あるんかい。やったー、周知ぽよと待ってるぜ。ニブにもピコさん、ええスクショしました。メーカーゆい、マジですか。超楽しみっす。楽しみっすとか。マジですか。もうじゃあ宇宙食堂パーリネ、めっちゃ楽しみ。目痛い。猫ちゃん、あ、あやとりさん、ちょうどこの4人今回こえちゃんとこに、あ、そうだったの。嬉しかった。なんか面白いさ、今までにない囲みの取り方だったから、私たちも新鮮だった。でもそこのさ、あの方が仲いいのもかわよい。ワンマンはもう言っちゃうけど、多分下ろして巻いてるか、ポニーテールに巻いてるからですよ。なんか、しおちゃん、しおちゃんだよ。しおちゃんすっげー大切です。しおちゃん、16かぶってた時間次第やけど、あーギリ。今日見てください、アイラインちょっと濃いんです、わかりますか。今日の目マジバレイベントやったら投げに行ってください。わかりますかね。ちょっと長い、アイライン濃いんですね。見てるよ。あ、やってると思って。大変やろ、ね、で、コンタクト取れた。腕を鍛える、そう、ほら可愛いかしら。腕鍛え配信、筋肉ついちゃう、これまた困った。どう、ちょっとアイライン長く、どうですか。私、目はなんか横幅は普通かもしれないけど、縦幅めっちゃ薄のないんですよね。ね、こんばんは、チュッチュ、ヤッホー。眠いよー。あ、どうもこんにちは、直接よ。え、かわいいでしょ、これね、めっちゃ久しぶりに来て、ゲチカワ。これ前回の4回配信、4回配信っていうやつで激辛を食べたんです。10辛のものを食べた時についた、あのこぼしたものが取れないですね。めちゃくちゃ洗って何度も洗っても取れない跡があります。ちゃんみよ、もちもちふみさん、しおいちゃん、あいりちゃんがあんまり、あ、そうなんだね。はじめましてから何年経つ、え、5万年ぐらい経ったんじゃない、多分30年、5万年と12日ぐらい経った。
っちり女王様みたいな感じ。危険なんだね。うーちゃんこんばんは。腹立つじゃんそれ。うちが積み重ね。偉いぶってないよ。女王様みたいな感じしてる。うん、そりゃ申し訳ないな。今日のオンラインこれだったよ。布団の上にいるからかな。しかもなんかさ、あれなんだよね。あの全身見やるかさ、全身見せてあげる。まあ、5万年くらいかかりゃそりゃ大人になったでしょ。あなた太ったわね、ただただ。大人になりました。私も最近は、私はあのここ数ヶ月で髪なんか でかい顔がでかいかな。ここ数ヶ月で髪の毛の変化が激しくて、最初はハイトーンのミルクティーのなんかセミロングみたいな、ここら辺の長さで、ミルクティー色にしてたんですけど、その後に髪を、その後に一回グレーみたいになって、で髪を切った金髪になって、でまた髪を切って茶色になりました。その部屋にいる二人本当に太ったしか言わない。じゃあ本当に心配なんだよ。中に何かいるのかなと思って。まあ大滝の伝道師としてこれからもよろしくして。ノーバイこんばんは。おやすみノーバイ、ありがとう。の。なんだっけ。だから最近はもうあなたの髪型は何って思うぐらい。すごくいろいろな髪型をしてしまってるんですけど、しばらくはこの長さ、この色でも髪色は私あの前回のそのなんだ長かった時のに一回初めて伝統ブリーチをしたので、あの暗い色を入れたところでこの色が抜けてきちゃうんですよ。で明るくなっちゃうんですけど、この暗めのベージュのボブをしばらくは続けようと今思ってる。いじめばっかりしてくるんだもん、しおいちゃん。いじめじゃないよ、あの正論。え、正論、正論ガン。ハモっちゃった、ジュリちゃん。そんなことある、正論ガンハモリ。アイドルあるまじき、初めて人と正論ガンだ。ジェット待って、16って、え !16 は、まだね、詳細出てないかな多分。2個やったらいけるってこと。今僕、青なの。この間金髪じゃなかった。いいよ、任せなって。髪死ぬじゃん。3人から、そう、3人から2人だと、え、誰ですか ?2 人のやつだと4枚になっちゃう。2で。でも3人以上だと囲みで3枚だから。でも私今日初めましてさ、3人4人5人とか話してはないですよね、かな。3人以上が平気。サマス明日は休みなのでしょうがないけど、見てるセイロガンサマス本当に忘れるかもしれないから、タイミングがねしょうがかった。じいちゃん隙間でツインテールやでって。さ前さみんなでさショールームでさ決めてさ、ちったの日さ、ツインテールやりますって決めたのにさ、めちゃくちゃポニーテールしたよね。マジでめちゃそういうの、言ってくれるとね。大ちゃん、自称こんばん、お部屋でどんな話してるんですか。しおちゃん、お部屋で私たちどんな話してた。え、オリンピックを見ながら、なんだっけ、ね、かき声チョレイチョレイをずっとやってた。そう、めっちゃ卓球見てて2人でチョレイの癖が強すぎて、うん、めっちゃ爆笑してたよ。チョレイ言うたびにっていうお話してたの。バンダイで気になる子できたんだけど、僕新規いけないけど、誰ヒルノクエンかぶ…マジマジンガー。それはコミ取るときおしめ前に来てって言ったら、え、でもそれはちょっと遠慮しちゃうかも。これとさっちゃんと撮った。でさ、さひちゃんのさ、ジュリアちゃんもちもちちゃんみょできます。え、マジ私もいいの。その後にさ、さっちゃんがさ、なんか私もいいの、これ辺、これの顔の位置撮ったんだけど、今日こっち呼ばれたらぜひぜひ、急にさ、向いてきてさ、死ぬかと思ってキャーって叫んで
突き飛ばしちゃった。しゅうちゃんが知ってるかもだけど、誰気になるな。遠慮するの？いや、推しメンって言ったらやっぱりメイさんとかのさ、優先じゃない？近くには行けるけど。来てって言ってくれたら全然。自ら行っちゃうとちょっとさ。あれじゃない？なんか相手から来れると結構弱くて死んでしまう。まあまあ仕事と仲良くして、ね、私に任せて。特に先輩、自分より先に入ってるメンバーは寝てんだろうな、今どうせ通ってるから、みんなも尊いそうだすぎて、うん、ここに顔が、こっちを向かれるとちょっと心臓が持たないって言ったので、で死ぬかと思ったっていうエピソード。以前から可愛いと思っておりましたが、今日近くで見ておしゃべりしたら呼吸するの忘れたら死んだってこと。もう血だけ。じゃあもらった。嬉しかったね。私のともきさん、遅めのこんばんざい。私の配信が遅いからね。それじゃあジュリちゃんって叫ばん。そう、呼んでくれたら全然ありがとう。これなんだ。膝。あるですか？呼ばれたらもちろん行くよ。さっき地震大したことはない。え、マジ？こっち？名古屋？見えた？今テレビついてないんだよ。もちろん、もちろん。変だとさ、文字ぴょんぴょん。帽子かぶってね。ゆなちゃん、この服好きそうだよね。ともき、誰か、はるな、もしかスカート履いてるの？何？足元気をつけてるでしょ、配信中。正解？かわいい。終わるの？まだ。見えてる動きはやっぱね、あと少しやるね。友達、友達、友達、かわいい、かわいい、マジかわいい。前のベルト配信の時マジで気をつけてください。うん、ありがとう、心配。でもそりゃそうだよね、みんなが心配になっちゃう。私ってアイドルだからね。ジュリシオ初めてじゃないよ、全然。いつだっけ前回。はるな、アウトしてた？マジ？ありがとう。ブランド品なら高い。そうだよ、高級ブランド品だからね。ホテル感が見れて旅行行きたくなった。うん、旅行楽しいよね。なんか遠征だしさ、もちろんライブがさ一番あのあれやけどさ、コーナーさんに。これはひーさん。普段やっぱりさメンバーといる時間めちゃくちゃ長いけどさ。あのライブの前後だからさ、プライベートの部分はさっきのオリンピック楽しかったです。だから遠征に来るとめちゃくちゃ楽しいんだよね。急なオリンピック始まったから。新車のパフォーマンスしてる時のじいちゃんをハラハラしてみて。やればね、もうね、衣装がね仕方がないんだよね。どんだけ安全ピンをつけたところで安全ピンが取れてしまう。だからよくステージから履けます、一旦したことが。わら100年ぶりじゃない？やっほー、動画にすりゃよかった。なんで、あ、そのご予想。やっぱり死ぬかと思ってね。いちゃん死ぬかと思って撮ったのはね、あゆみちゃん細いからなのかな。なんだんだろうね。めちゃめちゃに安全ピン止めたりね、こんばんはしてるんだけどね。おかしいね。もしかしてめっちゃ困っちゃうの遅い。ゆうきこ、あ、そんなことなかった。ゆうきこんばんは。多分朝まで仕事なので、可愛い子応援してください。嫌です。みずきこんばんは、頑張れ。あれ、キズの裏にバックのエースなんかね、なんかなんて言ったらいいんだろうな、今までのタイプの衣装とちょっと違うから難しいんだよね。私の顔の好きなとこはどこですか？私はほくろでーす。みちしぶりね。やっほー、みちありやっほー。Z に今日じいちゃんにバカって言われたから、じゃごめんって。仲良くなると結構言っちゃうんだよね。サービスエリアで見逃ないで、ツイート。そうだ、ミルルってお菓子かなんかあって、ミミルみたい。固定が難しいのか、他のメンバー大丈夫なの？いや、まあ確かでもね、はだけちゃう子ははだけちゃうんだけど、私よく本当になんかメンバーに自分に止めると下手くそだから、メンバーに止めてもらう。よくさやちゃんにね、新衣装のピンを止めてもらったりしてるんだけど。カズさんまだやってたんだけど、カズさん超楽しかったもんだろ。会いたいね、カズさん。やっほー、ま、ずっとね、ニコニコして超可愛かったよ。ありがとう。よかったね、またやろうよ。ぷい
後ろ見たいみたいなねところ。ゆうちもこんばんは。みんなありがとう。今何時なの？ユーチューブが現場にいたら、謎に顔を飛ばすことに話しています。1時過ぎか。気になる万全メンバーで、誰中3のキャって言う叫び声大好き、鼓膜やべキャって言っちゃった。おぉ、あ、本当にあくび出てきてる。翔くんこんばんは。どうしよう、あ、せや3日いるからめっちゃ久しぶりに遠征組も見れるように。あ、そういうこと、あ、ちょうど遠征組がいないときに、針通す分長めにして止め玉、うん、え、ともきさんは安全ピン職人？昨日はちょうどいい感じのいい声だったら、ちじき、ありがとう。寝落ちから目覚めて怒る。お、私もこの後お風呂入らなきゃ。なんか今までで一番可愛いって言ってくれたよ。うん、これまたやってもらおうと思って。あくびが止まらないからね。ためのあん、なんかね、大きい安全ピンにしたりね、なんか強めのにしてはいるんだけど、取れちゃうときはね、ピンの構造的に滑らないか、ピン職人じゃん。生徒先に行ってきます。16昼の物販をごめんなさい。してるときにお前が来い。むむ、了解しました。いや、マジで言うとね、ありがとう、ね、楽しんで。直近だと6月20日の渋谷で遠征組のライブ、ちなみにですね、私たちバンダイジャパン明日はなんと東京でライブがあります。今は名古屋。ちーちゃんかわいいね、さすが。カズさんありがとう。あそこだけ塗っちゃったのに、なんかね、ピンってかボタンはあるんだよ一応。将軍さんこんばんは。縫い留めたらさすがに着れなくなっちゃうから、そう、明日はエイジア渋谷クラブエイジア、エイジアスーパーライブ2021という出演時間が3時台なので、少しというかだいぶ早めなんですけど、もし会える方いましたらね、明日名古屋から帰って東京のライブに出ます。あ、そういうことか。確かに昨日ね、はい、トークポート忙しすぎる。確かに割とハードスケジュール、帰って、そう、帰ってすぐそのままライブに出るみたいな感じ。口飲んでます。だから山梨行って仙台行って東京帰って名古屋来てまた東京ってことは朝早い割と。明日、まあめっちゃ早いわけじゃないけど、ブー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 言ってる。あー、もうごめん、ずっとあくびしちゃう。一回あくびします。はあ、だからまあ今日はね、私も本当にすぐ寝ると思う。遠征組を組むと多分3月の大阪まで遡る。それが全員で見たってこと？新規じゃん。あ、そうだよ。でまたそうで、31日にはみんなに来てほしいワンマンライブ日本満喫ツアー in 東京日本橋道ホールがあって、現在チケット販売中なので、今日そのギョプセルをあゆちゃんと一緒に切ってよってことをぜひ、赤ちゃん、たつたん、こんばんは。トークポートめちゃくちゃやりたいけど3分も話してるし、誕生日おめでとう、わずわず。困ったらしりとりしたらいいと思う。あくびつった？本当にあくびがめっちゃ出る。日本橋行きたいのだよ。31日はぜひぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ワンマイ、お、将軍さん待ってる。つられたあくび、みんな私の配信見てたらあくびが出るよ。髪型がいい、私があくびをしているから。みんなこんばんは。で、帰りに買ったレンチンするコンビニラーメンをレンジにかけて、ゆうちさんこんばんは。まっちゃけ取りたいからね、いつもありがとう。チンして食べようと思ってもさ、そのしてたことを忘れるよね。全然この上から。でもラーメンしんどいな。そう思ったらさ、このチンするタイプのラーメン食べたことないかも。カップヌードルとかはさ、いっぱいあるけどさ、あの、あれっしょ、みつさん、はじめまして、ラーマン、おさひつりやです。手紙になっちゃった、またもうるうるしちゃう。もう許して、今日はあくびをたくさんしますが、
許してください。自然と出てしまう、もう眠いたい。かまる。あ、ノート、お、お、登るやん。お疲れ様だもんね。疲れてないよ、眠たいだけ。元気じゃん。ワンマン一部も二部も行け、楽しみだ。サマス待ってる。ぜひぜひ。サツ、え、サツ、なんか久しぶり。寝転がりちゃん、もうすぐ会える。楽しみすぎて腹筋したくなる。じゃあ分かった、今日寝る前に。あくび助かるのに面白いんだよな。ミツさん、どう？まあといってもチェキ取って。え、ミツさんってあのミツさん？でもちゃんとさ、前私が分かるミツさん。そう、父親があのトングみたいなやつで、なんか自分で切りなさい、切りなさい、切ってくださいっていうサムギョプサルさん、日本橋まで迷子だと思うので頑張る。アイちゃんが日本橋はね、道ホールは駅直結かな。なんかね、あそこら辺はホール系のね、え、そうなの、ホール系がたくさんあるの。え、結構ね、何々ホール、何々ホール、何々ホールって。確かにそれも話すうまくないの。だから、間違えないようにした方がいい。結構ね、このちょうど千葉ロッテ、昔私も間違えそうになったことあるから。気づいたら終わってんねん。スキマスイッチさんとのやつめっちゃ面白かった、わかる。面白いよね。めっちゃ見た、勝利。東京駅からが迷子。東京駅から歩くなると迷子かも。可愛いお顔3分見れる。じいちゃんの記憶力意外とすごい。マジ？し、あんまね、記憶ね、あれなんだけど。ワクチンの注射の翌日発熱。え、でもそしたら本当にまず何よりも自分の体を今大事にしてね。みちさん覚えてる、覚えてるよ。あのさ、こないだのさ、どこのライブだっけな。朝もう一回チンして。ああ、もう一回食べたの。あそこで見たよ、私多分みちさん。どこだっけあのライブ、大きい会場のとこ。先え、驚く、先週ぐらい入り口預金で物販に行った時、今月でコンコン、こんばんで、31日に呼び昇流。え、ありがとう。違うかな、ワンマン文字じゃ可愛いのかな。プクプクならないようにする。東京駅から出たことないのいつ。ああ、そういうこと。東京駅広すぎるから気をつけて。大手町道ホール、そう。いつも結構誘っちゃってる気がする。ワクチンは。でもさ、なんかさ、来て来れないかさ、検討してくれたりしてくれてさ、本当に。マジ嬉しい、マジ。目ん玉が痒い。二部か。嬉しい、なんか二部増えてきた最近。花田が歌う上手い人の花田やん。どこだ？どこの会場かね、いつも思い出せないんだけど。最近さ、ハマってるアイドルさんがいてさ、物語さんって言ったけど。なんだっけ、あの誰か好きな人いますか？あそこ、あの、なんだっけ、いませんか？エレベーターで上がって、あのいませんか、叙叙園、まあ、解散してるんですけどね、会場の前にあるところ、エレベーター上がって叙叙園があって、何駅だっけあれ。辛い、マジで思い出せない、なんだっけ。かわいい。駅も思い出せないな、どこだっけ、何駅だっけあれ。カメラも直る、どことカメラも直る。会場、エレベーター上がって、会場前になんか受精院があって、ヒューリックだ。ニムの方がやっぱり有楽町。そう、ヒューリック、有楽町だ。まあ確かに昼で夕方とかの方がね。そう、記憶力すごいって言うじゃん。会場名が全然わかんないの。なんかね、めっちゃ好きなアイドルね、2020年ぐらいにみんな辞めたんですよね。2019年みんなわか、それだけでわかるの。逆にみんなの記憶力の方がすごいね。嵐の音楽が好きだったのに今活気をしてるし、あの乃木坂の草乃木坂さんのなーちゃんも好きだったけど辞めるし、欅坂さんのメルちゃんも辞めるし、記憶力は時と場合ですね。ね、私の場合はなんか得意なやつは得意かもしれないけど、基本はファンの方とのとかは割と覚えてるけど、基本はあれ。みちさん、あ、いたでしょ。で、入り口付近で物販してて、私は全然あの階段上がった上で物販やってたんだけど、通った時にあれみちさんだって思った。今度チェキ行け、ぜひ。たまに台湾かぶってるよね今。
認知とか早いもんね。いやでもほんとぶっちゃけそれ言うとあの時と場合よ、それも百発百中ですぐ覚えられるわけではないから。そうなんよ、やばいと思って2回ぐらい取れてます。あれではそろそろ終わりにしたいと思います。名古屋からの配信でした。明日はエイジアライブあって31話、自分も友達ワンマンライブ来てほしい。あのねお腹で私ももうあとさ3日ぐらいしかないけどさ、お腹すいた。もしよかったら本当にね、あのツイッターうるさすぎると思いますが、ケイさん比べてね18年マジブイブイ比べてた時ケイさん参りたい。名古屋頑張ってください。ありがとう、ちょうどね今日終わったから。ありがとう、みつさん来てくれて嬉しかった。ツイートしたけさ、見てくれたね。おつりちゃん、ありがとう、みんなおやすみなさい。めちゃくちゃ、あのね、なんてめちゃくちゃ詳しい時間は言えないんだけどね。いいね、見て。シェリーやん、ちょうど終わっちゃうけど。はい、シェリー、ありがとう。またおやすみ、ありがとう。また、いや、本当にそれは全力三角。もう。すごい、ざっと考えて。三角。確か。作れない形。こうだね。マジでありがとうね。Z お疲れ、おやすみ。ありがとう、Z おやすみ。楽しかった。無理しないで。終わる、ちょうど。あらだ。おやすみ。カノさん、おやすみ。今日も特典ありがとう。では、おやすみなさーい。まあ、半分くらいで考えてくれたライブの終わりと、やっぱ、大体、まあでもそんな感じ。ライブの始まり時間と、物販の時間もツイートしました。